ジョブロック、ごめんな、急に呼び出して。なんなんすか。え、なんすか。ちょっと暇やねん私、はい、ちょっとな、休み取ったからな、はい、暇やからちょっとな、ちんやくんとジョー君と一緒に遊びたいな思って、うん、ナンバー来たんやんか、うん、でちんやくんに電話して、まあこの話来てくれたけどな、ジョー君にな、なかなか電話つながれへんねん。いや、今日は何もないはずっすよ、うん、どうしたんやろな。いや、多分電話したらつながると思うんですけど、ね、電話したらつながるのかな、やっぱり電話してみようか、はい。まあ、朝からちょっと何回か電話してんだけど、まあ、寝とったんちゃうか、ほんま。ああ、ワンチャン寝てる可能性はある、うん、今日は撮影ないはずなんで。あ、そうなんや、はい、ほんなら無理見て遊んでくれるか分からへんね。あ、いけるすいけるす、あ、よしよし、ほんでいっぱい電話してみるわ、はい、で、ちょっと撮影があるって言ったら絶対来てくれます。あ、そうなんや、来てくれるかな。もしもし、スピーカーにしてほしい。ちょっとスピーカーにするから、ちょっと待って。スピーカーにして。ちょっと待ってな。もしもし、スピーカーになったわ、はい、鼻毛のババアやがい。一回ちょっとかけ直すわ、すぐ。うん、はい、もしもし、スピーカー、もしもし、何しとったん。もしもし、はい、朝から何回も電話してんのに、かいくまでんとから。いや、今から審査行こうかな思って。審査なんか行かんでも嫌やな、私と遊んでや、もう。休みで暇やねんて、暇やからちょっと遊んでや。はい、最近休みだ。うん、休みやねん今。ほんで、ええお天気やしな、ほんでちょっとナンバ出てきてんねんや。ナンバ一番近くでええやん。ナンバちょっとおもろいとこあるから絶対欲しいねん。ね、ちんやくんもな、今誘って来てくれたんや。マジ？うん、マジやん。ね、ジョーくん今日は撮影ない言うてるから、ひょっとしたら来れるか分からへんで言って、ほんで電話入れたんや。来てや、うん、今からやん。今から用意したらすぐ来れるやん、ナンバやって。近いやろがな。飛行機乗るわけでもない、新幹線乗るわけでもないやろがな。今から行かんでええわそんなもん。今から来てください。小さな、いつでも行けるやろが。私とはなかなか遊ばれへんで。ちょっと待って、変わるわ。はい、もしもし。ほんまに、おし。今から来てください。え、二人して何してんの。いや、わかんないです、僕も呼ばれたんで。で、ジョー君も呼んでるからみたいな感じやったんで、なんかあるんかなと思って。で、先に合流した。はい、今、先合流しました。どうしようかな。一応撮影してるんで、撮影なんで、来てください。それ言うたら来る思ってる。待ってな、金ちゃんは。金ちゃんはな、連絡したけどちょっとあかんねん。なんかお店のな、従業員の人がちょっと具合悪くなって出てこられへん言うてる。怪しいっすわ。で、暇やから来いと。で、どこ行くん、ナンバーで。今はね、アメ村です。人多いし。あ、じゃあ三角公園前にしましょうか。いや、だからね、どこ行くねって言ったら。いや、僕もそれ聞いてないっす、まだ。連れて行ってほしいところがあるみたいっす。ババン高校しろってことやな。ババンのわがまま聞きや。何分後ですか。何分後行けます？だーって行くわ行くわ。じゃあ三角公園前で。なんかもっと友達おるやろ。なんかさっき言うとったらよかったのに。ええやな、別に急に思いついたんやから。何を言うてんねんや。ババアはわがままやねん。どこ、三角公園。三角公園で。OK。待ってます。じゃあ待ってんで。はーい。はい、ありがとうね。はーい。三角公園で待っときますか。やっぱ言うたら来てくれんねん、うん、優しいからな。で、今日特別に用事がない言うてんねんからな、うん、まあなんとかな、無理言うてもな、うん、うん、来てくれるよ。何か審査や。怒んだほんまに。審査なんかいつも滑るやん。金ちゃんちょっと残念やったけどな。しゃあないっすね、うん、まあまあ金ちゃんとこのお店の事情があったらな、うん、それしゃあないからな。ほんなら今日はちょっと楽しく遊んでもらおうか、2枚目2人に。ちょっと行きたいとこあるしな、うん、ちょうどいいわ、連れてもらうわ。オーケー、じゃあちょっと待っておきましょう。何よ。もしもし。もしもし。なんかめっちゃ赤ちゃん泣いてません？人多すぎる。あ、どこっすか？交番の近くついて。交番の近く、あ、そっちっすね。あ、そっちの方か。めっちゃ人多いっすよ。あ、おっとおっと、来た来た来た。こっちこっち。左。ここ。やった。何してんの。目立つとこ待ちすぎやろ。いや、分かりやすい企画よ。分かりやすいかな思って。え、ど、え、なんなん、どこ行くん。いや、僕もそれは聞いてないです。どこ行くん。いや、知らないですよ。今日ちょっと行きたいとこある。さっきちょっと着いたうで。あ、ね、そういう感じでサプライズできないやつ。いや、僕もほんまにどこ行くか知らないです。だからええやん、ついてきたらええやん。もう何やってらんねんの、二人。いや、分かんないです。とりあえず撮影してとりあえず回してたって感じですね。じゃあついていくか、はい、めちゃめちゃ盗撮されてんねん、ほんで。あ、ほんまあかんな、これな。ちょっとあっち行こう、あっち行こう、うん。もう俺らに肖像権ないな。盗撮されまくり。こんなにされる。
目立つわ、ほんまこの髪型見てみこれ。そんな花屋のおばちゃんしかおらんやろ、うん、だって一緒に待ってる間に2組ぐらい声かけられて写真撮ってましたもん。あ、ほんま、うん、花屋のおばちゃんもいよいよそうなってきたから。人多いとこでは声かけられていいぐらいの余裕の時間があんねやったらええけど、うん、余裕の時間ある人や。いや、お前何やん、何何何俺がポイ捨てしたみたいになるやん。違うよ、幸せのパンケーキ。あ、パンケーキ、パンケーキ上上ミニ豚カフェや。え、ここミニ豚カフェですよ。ミニ豚カフェ行くテンションな。いや、かわいいっすよ、かわいい、かわいい。知ってんの？ここ来たことあるっすわ。マジで一回来たことある。めっちゃかわいいって絶対に主婦になるって。その代わりちょっと食べにくなるんだよ、豚。かわいすぎて。しばらくまだ豚食いたいから帰るわ。金ちゃんとか来た方がええやん、絶対。確かにな。金ちゃんはしゃーないやん、ね、もう今日電話来たのに。金ちゃんにもサプライズしよう思ったのに。急やねんって。奇跡やからな。ええやん、そんな別にな。まあまあ俺バタバタしてるんですよ、うんうん、実はしょっちゅう電話するから毎日電話したらええやろ。何してんの言うてな、うん、毎日電話する。 LINE めっちゃ来んの。今日は何々 Twitter みたいに送ってきて、今何してる、これしてるとか、なんかつぶやかれてんねや。髪切ったとかも LINE。 そうなんや。この髪してるとかええやろ、嬉しいやん。めっちゃ仲良しやん。嬉しくはない。ええやん。あ、そうなんや。何も感情動いてない。こちら豚さんお越しのブランケットになります。はい、ありがとうございます。かわいいやん。あ、偉いやん。うお、すごい。ゆうたまの声。すごく似てるんですけど、はい、この子女の子でちょっと大きめの子の方がジョナちゃんです。ジョナちゃん、これがジョナちゃんの、こちらの男の子のいくつ？年は？友達が半年か前ぐらいです。半年な？そうなんや。お母さん横から持ち上げてもらって、頭を受けるお母さんの上に下げて、この人を教えの人に優しくなってくれて、ここで話してもらって、ジョナさん、プッチ君とジョナさんですか？ジョナさん、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 お母さんとこで。めっちゃこの子みたいねんけど。いいやん。え、もう落ち着いてるやん。なんか。いや、もうないやん。寝るやん。寝てるんや。もう寝てるじゃん。おるからもう死なない。なんかご飯ない。ご飯はドーナツしかないです。定食でないな。ないよ。これはもう豚じゃないって。え、なんすか。どっちかって言ったらその小動物のペットに近いわ。ああ。これもあれや。ミニペットみたいな感じやろ。これ、どういう趣味なの？めちゃめちゃあれ、半年やんな、この頃。めっちゃ可愛いやん、ほんで。どんな顔してんの？可愛いね、ほんま。めちゃくちゃ可愛い。常連やんのに、全然気に入られてない。いいやん。やっぱイケメンは得やな。メスこれ。メスとオスって言ってた、兄弟。めっちゃ可愛いやん、これ。めっちゃ可愛い。どういう種類？いろいろ聞いてくれよ。で、どういう楽しみ方なんて？こういう感じでしょ。抱っこして癒されんねや。猫カフェとかそういう類のベタバージョンがいいや。そうそうそう。でもあれやろ、癒されるやろ。日頃の疲れが取れるじゃん。癒されるけど、急すぎて状況つかめてない。なんでやねんな。何が急やねんな。うん、すげえ、匂いも全くせんの。やっぱりあれやろ、豚は清潔やねんで。あ、そうなんや。うん、豚は別にあのあれやねん、汚いの嫌いやねんで。で、何が清潔に行くじゃん。知らんが。いや、ほんでもあのあれやんか、豚そのものは綺麗好きやで聞いたことあるで。そう、うん、なあ豚気に入りました。え、いや可愛いなと思うけど、別に買いたいなとか。でもほら、いや買いたいな思えへん。これほら、なんでお迎えできるんで、どの子にするか。え、ここの豚、はい、多分そういうことでしょう。お迎え検討中の方は。ほんまや、審査とかって。こうである人多いよな、最近な。うん、なんかペット凍てんの。凍てんよ。どういうテンションで凍てんの。いや、可愛いから癒されるからよ。可愛いな。私も癒し必要やから。癒し必要ない。うん、別に俺いらんわ。なんで、お前癒し。おもんな男やな、ペット。そんなその辺にいっぱいおるやん。いや、でも豚って珍しいやん。
犬とか猫はどこの家でも多いけど豚とおらへんやん。おるおるおる、確かに豚飼ってる人はおらんな。散歩してるの見たことないやろ。年にぐらいで見るよ豚。なんてでもないから犬とかって懐いてるからすっげえ可愛いやん。そうそうそう、懐かれんねん。犬の犬とかもそんな興味ないねんけど向こうから懐かれんねん。だから結果こうなるっていう。あのあれよ、懐いてるから懐かれたらやっぱ可愛いもん。うん、それ動かれへんもん。もう、ね、寝てるんちゃう。ドリンク歩いとったやん。コーヒー持ってきたおかん。あ、持ってきて、持ってきて。うん、僕は何でもいい。ジュース、甘いの。甘いジュースか。ちょっと、行ってきますわ。コーヒーでいいすか。一人で頼んだり。そのままどっか行くとやめる。あ、それはおもろいっすね、逆に。ほな、お疲れっす。ほな、また。お疲れっす。無理、マジで動かれん。シーてパパみたいになってるやん。何がしいやん、何がしいやん。お前寝とるわ、かわいい。気持ちよさそうな顔してんな。やば、買おうかな。お迎え。なんでやん、お迎え。早いやろ、こいつと旅に出るから早いやろ。これで西成家族、金ちゃんと金ちゃんの番組投げなお前。ちょっと待って、ほんまに可愛いな。ちょっと伝わってくるな、なんか身を任してる感じがすごいな。だんだんこんなんなって、はい、寝たんですかそのまま。今こいつ大丈夫やみたいな。あ、すっごいでかいなった。イノシシみたいな。うん、大きさ、うん、これで変わったな。うん、これはもうイノシシ。イノシシと一緒じゃん。一緒っすね。イノシシを品種改良したのが豚っすね。そういうことか。自分見てるかったんちゃう。全然、一回も座ってないんちゃう。何回も見てるから、何回も見てるだけで。あ、そう。いや、でもちょっと癒される。俺ちょっと写真撮って。本当は大丈夫なの、その初対面の相手すぐこう見向かして、ほんまに。なあ、こっちのポケットに。ごめんや。ほら、綺麗って、起こすな、言われてる。これ、インスタにあげるんで、皆さん、あ、立てていい？立てていい？はい。いい感じ？なんか、いいかな、俺写真ってな、センスじゃなくて、思いやりやと思うの。適当に撮ったって感じが、現れてるよ。もうちょい。撮ったらええやん。はい、チーズ。はい、はい、バター。はい、ジャム。何それ？何それ？何もすからよ。チーズじゃなくてバターとかガム。あ、もうだいぶで。ちょっとごめんよ。ちょっと起こすで。あ、これ天津やん。あ、ごめん。分かった。あ、天津やん。こんなとこたまにはええやんな、ちょっとな。うん。いやでも癒されるわ。気づかないストレスみたいなのが拭い去られるような気がするわ。アニマルセラピーみたいなのあるやん。あ、へえー、そうなんねや。人とかとだってイルカなんかもそうやん。小動物イルカもそうやんか。あ、そうやんな、うん、こんな癒されるもんなんやな。はじめちょっともうええやろうと思ってたけど、時間が経ってくれてな。だからこれやっぱりリピーター多いんちゃうか。あ、遅いな。リピーターやん。そういうことやな。そういうことや。なんかな、やっぱ生き物やからさ、ここで寝てることによって、ぬくもりを感じるねん。ああ。当たってるの。そうそう、ジーンって。やっぱスキンシップの大事やん。やっぱ生きてんねんなと思うな。心がこう伝わってるわ。あ、じゃあそっち行っちゃおうか。嫌やわ。だってこっち選ぶわ。どういう意味や。まあいいけど。鼻に指突っ込んだ。これ鼻ええの？だって。わかんない。わ、もう豚食わんもんなってきた俺多分。うん、俺ちょ思い出すで。どうぞすぐやんと叶わんねんな。ああ。だってこれ、めっちゃ足しびれてきてんけど。ああでも。もう引いてきた足。しゃあないっす。もう感覚ないわこれ。しゃあないっす。立った時。ちょっとほんまミンキーちょっと一緒に寝て。はい、また。不気言われんだよ。もう起こすな。俺。じゃあ俺ちゃうぞ、お前ら。この人。誰が怒ってるよ。怒ってる、はい、抱くとこっちは怒るはよ。今日は抱っこしたよ。違うよ。俺は、うわぁ、痛い。ほら、こっちは。これなんか俺が悪者みたいになったやん、ほら。ほら。あ、いた。絶対これ2匹でな、繋がんねん、これ。マジで左足ない本当に。え、噛まれたんすか。いや違う、足しびれてんねん。ああ。あかん。こっちの足。こっちや。みんな遊び決まってるやん。ほら、来た。
結構この子ら2人重量あるから何キロあんねん。顔似てるよな。似てない。うん、3匹になったな。水玉があるやな、これなんか同じその親から生まれたり若しか。そうちゃう。うん、あ、尻尾も可愛いねんけど、尻尾触ったら分かるかな。鼻触ったら分からんかったでしょ。この時間にほらほらほら、なんか猫じゃらしみたいな感じ。思わへん、私に。全然聞いてない。全然聞いてなかったと思う、多分今。もう必死やから、足のしびれに。いい休みやな、こうやって癒されて。よかったでしょ、来て。いや、よかったよかった。やっぱ読んでよかったよ。うん。まあ、行こうか、そろそろ。やっぱ人の誘いは断ったらあかん。そやな。自分で感じれないもん感じれてよかった。俺絶対ここ来えへんわ、俺とチンヤ行ったら。絶対来えへん。来ようってならんな。なあ、ジョークが豚かげきてるってなかなかない。まだこれからなんかベルなんだもん、ないそんな。もう飯行こう、飯行こう。うん、癒されました。癒されたやっぱしな、かわいいわ、何回来ても私はな。うん、どうしよう、次行くとこあんねん、までも行って。まだあんの。まだあんねん、よく深いねん、私は。なんや、遊ぶ時はもうたっぷり遊ばない、ないねん。どこすか、次は。一軒ぐらいで終わるわけないのに、そんなの。まあまあ楽しんだし癒されたね。あかんじゃん、あかんの。この余韻でどっか行ったらええやん。もうあかん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 、もう一回行ったとこあんねや。それまあ内緒や、内緒、秘密や。またこれもな、また秘密か。やっぱサプライズ、サプライズやっぱりな。次豚の次はまた斜め上から来んぞこれ。ねえ、なんや。僕も知らないです。なんでそんな平然と。いやもうなんでもええねん、なんかたらええねん。やっぱり人気やな。ええやん、人気やな。うん、ありがたいよね。飯行こうか。飯行かへん言ってるやん。なんなんもう行くんやって。行きたいとこあるから。オッケー、分かった。なんかヒントないの。ヒントはちょっと気持ち悪い。気持ち悪い。何それ、聞きたくなかったわ。カフェって何でもありやな。怖いもん見たさってちょっとおもろいやん。 めちゃくちゃ触れ合えるって書いてるわ。いっぱいなんかおるやん。前から行きたかってん。一人でこんなん来るの嫌やから。でも大体爬虫類強いやん。いや、まあ、なんか可愛いとかって概念が爬虫類なの普通なくない。うん、豚もそうやったけど、豚の方がまだ可愛いで。でもやっぱこうこの頃はほらアップで見たらこう可愛らしい目元してるやん。こっちの方が気になろう。いや、そう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 、ないのよ。なんかメイド、あんまや、なんで眼帯つけてんの。あんまや、僕じゃあ5回行こうかな。目怪我してんの。もう分からんけど。目悪くない。とりあえず行きますか。別の日に撮れよ、看板。ヘビとかトカゲ。私カメレオンって触ってみたかった。カメレオンってなんか可愛らしいと思うね。うん、なんかあの人形みたいな、あれちゃん、フィギュアとかみたいな手触りちゃん。分かれん、触ったことないもん。生きてる感じすんのかな。わしは動くやろ、やっぱり。うわー、でもすごいなー、やっぱ。なんか友達に突然従ってみるもんやな。俺じゃ絶対かんもん。うん、もうそれこそヘビとかも別に無人島で合うし、すごい、それに需要があるのもすごいね、成り立てるよ。そう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 。何回何回。5回がメイドカフェです。洗濯さどうどうすな。迷わすな。生き物ここにさ、生き物本物これ。これ本物やな、本物やな。カメラやイグアナやって、カメレオンちゃうわ。すげえ動いた。かっこいい、めっちゃかわいいやん。今どこにいるんですか。どっから作られてるんですか。アフリカとか多いの。外国すごいよ。沖縄とかも最近めっちゃ繁殖してるんですよ。へえ、初めてです。ありがとうございます。はい、ホットコーヒーで。私もアメリカに。え、コオロギコーヒーとかある。じゃあ僕コオロギ。何それ。サイダーとかも進んでる。何それ。タガメマジ。美味しいですよ。本当ですか。タガメ、タガメサイダー行っていいんだ。ヨワちゃん何でもいけるから行くよ。これだからコオロギコーヒーで。コオロギコーヒー、どんなコオロギ入ってんの。あ、粉末なんや。じゃあコオロギコーヒーとタガメサイダーください。もう一個、なんかないですか。普通のウーロン茶とかにしようかな。じゃあウーロン茶で。ウーロン茶で、ありがとうございます。手段がかかってるこんなにくれ。あ、わかりました。人間って思いつくこと何でもするな。おる？
おる、あ、おる、かっこいいこいつ、いい顔してるやん、あのめっちゃかっこいいやん、エイリアン、なんとか言うのあれ見て、すごいかっこいい、プレデターやろ、あ、朝じゃプレデターやるで、それが言いたかった、あ、ポケモンみたい、え、でっかこのヘビ、でっか、え、でもその休み中やって、だからこれ敵の子ちゃん、かってるやつだ、あ、ほんまや、休憩中なんや、待って、これ敵の子ちゃうの、やって、だってちょっとなんかこんなんや、敵の子ちゃうの、北王子タトトカゲや、いやいや名前見たよそれ、うわこれもすごい恐竜やで、これほんまやわ、この子すごいな、噛んだりせんやん、大丈夫か、いやいや、この子すごいな、めっちゃかっこええやん、うん、手筋がいい、この子もええねんけどな、いやでも休みたいじゃん、うん、寝てるよ、この子なんかだけど生きてるように思えんかったわ、うん、かわいい、この子作るもんかな思っとったら本物やってんな、じゃあ俺明太子にする。だってあほんまやほんまや明太子や。ねじゃあめっちゃ明太と太子や。この子にしよう。赤い方にしよう。明太にしよう。かっこえ。太顎ひげトカゲ。太顎ひげトカゲの明太子。ああ。太トカゲか。メラルケアオジダトカゲ。なんか読みにくいな、ね、難しい。難しいな。土の子の正体とも言われてるって。これすごいや。えこれやばい。この子ちょっとあかんわ、はい、これ触れ合いませんや、触れ合いませんってなってんの、でもこの子は私の方が大丈夫なんちゃう、これ多分アマゾンこれまでおるやつやわ、アナコンダや、ほらお前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 黄色アナコンダや、お前ほんまやアナコンダ、世界最大のヘビやん、アナコンダにしたらまた小ぶりちゃうん、この子ほんだ丸飲みすんで、これいや普通やったらもっと大きいじゃん、アナコンダさっきのもう豚とか、うちこれだよこれやな、うちこれやわ、え、え、え、前あ、カメラ歩いてるやん、すげえバーカウンターの下のカメラ、そこもおる、めっちゃカルシウム、どういうこと、あ、向こうにもあるやん、アマゾンで食べたことあるかい、あ、そうなんすか、え、こんな奥が取られへんやん、それ、それ、あ、でかい、もうちょい小さかった、これぐらい、スーパーみたいな、これ何、うわ、ほんまや、ヒビだでも、だとこの辺にやってたブレスレットみたいやね、いや、なんちゅうこと言うのでも、すごい可愛いやな、こうやってこうやってなんか、電車とか乗せるんだよね、わからん、わからん、なんか、動物園の爬虫類館がそのままここで、あー、うん、見て楽しめるけど、触れ合える、どっちもできるんだな、うん、すごいな、この頭みんな三角やな、今三角や、すごいじゃん、おい、ピーや、ギリギリ、カメおってんがええやん、ああ、そうか、そうか、そうか、ちっちゃいねんけど、ちっちゃ、まあ、これ、今から大きなあるん、これ分からん、え、これも、あれやん、あ、うっとん、ほら、うっとんねん、太顎、だから、こんなん厚いのって、これはだから、あっち、あれぐらい大きくなるってことやん、太顎ひげとか、これ赤ちゃんかも、そうや、子供や、子供か、ヘビは俺もよう触ってるからいやろ、ヘビを俺が触ってる映像見てるやん、何回も、確かに確かに、すいません、メンタね、もう一目惚れした、かっこいい、確かに赤で一番かっこいいやん、これ太鼓を守ってる感あるやん、確かに確かに、左腕で、うん、大丈夫やで、うん、ただまだや俺がおるから見てるあ、じゃあこのメンタあるメンタで、はい、これが一番マックスで大きくなってるんですか、なんかあそこになんかちっちゃい人はごひげとかがいたん、あれ子供ですか、あ、そうなんだ、すげえ、前足と後ろ足大丈夫、こんな感じですか、はい、お願いします、どっか一部だけ見ちゃうと不安になって暴れ出しちゃう、あー、分かりました、じゃあ僕今こっからもうこの体勢から帰れない、ちょっと机の上とかに置いて、あー、置いたりとかもできるんですか、おとなしい、めっちゃおとなしい、この4点だけ大事にしとったらいいってことですか、はい、そうですね、分かりました、わかりました、はい、おとなしいな、うん、なんかかっこいい人影みたいな、あー、確かに確かに、ほんまやわ、ぽいぽい、皮膚きせやわ、まだ俺のこと許してない感じが、まだ警戒してます、お前誰やん太鼓どこやってんの、喧嘩ってんな、でもなんか生きてるって感じはその舞台よりか感じにくいな、冷たい、あ、冷たいんすか、うん、冷たい冷たい、あったかくない、でも、むにゅむにゅしてる、いや、すごい、わー、私も今のあれ、連れてきてくれる、こんにちは、こんにちは、見とるな、同じは虫類かもしれへん、こんにちは、わー、おとなしいね、
つなんですよ、めっちゃ。すごいな。結構爪あんねん。あんの痛い。いや、別に痛ないの。おとなしすぎるんちゃん。そういうもんやね。こいって泣けへん。泣けへん、泣けへん、泣けへん。机を置こう。あ、来たで、来たで。あー、私のね、可愛らしい子。あ、可愛らしい子。あー、いろいろやな。いや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 。こっちの方が人気でしょ。え、そうですね。めっちゃこれ、9番みたい。ペタッと行くわ。へー。いやー、こんにちは。お名前あるの？お名前、クレアおじさん。え？クレアおじさん。おじさん。おじさんなんだ。おばさんがおじさんだったの。かわいい。膝の上とかもしたら大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。何これ、めっちゃめちゃ柔らかい。触ってほら。感触全然柔らかさってほしい。めちゃめちゃ柔らかい。これ何で例えば鳥みたいやな。でも鳥肌みたいやな。こっちもっと硬い。ザラザラしてる。あ、こっちじゃないだね。かわいい。いやー、何これ。めちゃめちゃか。いやー、かわいい。カメレオンあかんねんって、デリフィーというかサーダーレンって、カメレオンめっちゃ可愛らしかったで、小学生みたい。そう。あ、そう。これ、これウーロンじゃん。あ、これウーロン。サラサラ、見て。赤目のサイダー。見た目わからんな。パン持ってるみたいな。サイダーでしょ。じゃあ、フランスパンみたいな。何があれ？赤目の味せんよ。どんな味か知らんけど、全然普通や。お名前は？うん、普通やな。全然普通や。はいはいはい。はいはいはい、ごめんごめん。こいつな、4点こうやって足をこうしてあげないと。あかんらしい。こいつほんまに動けへんじゃん。いや、こいつの間は動けへん。全然動けへん。あ、ちょ、一回でも写真撮って、うん、動かんの？豚とかああいう動物と比べたら全然動かんな、ほんまに。まあ、爬虫類だからどういう楽しみ方なのかな。ずーっとタタ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 とか爬虫類爬虫類って言ってるんだよ。ちょっと眺めんじゃん、だから家で。こっちでも可愛いけどな、めっちゃ。めっちゃ可愛らしい。目がクリッてしてこの子とかこっちの方がいいよ、あれ。こっちの方が可愛いな。可愛らしい。で、こっちはちょっとかっこいい感じやん。こっちはちょっとやっぱりやな。これでも、どうせ可愛いとかっこいい、でっかい方が好きやけどな。ああ、こっちがいいやろな。こっちはだから、この辺とかに乗っけてたらな。乗っけて、じゃあ今日撮影ないと。気になるわ。そっち気になってしゃあないわ。今回は、廃墟に行きたい。ああ、動いてる動いてる。こいつにとってもここは今もう万里の頂上みたいなって思う。いいやん、似合ってるな。でも可愛いから大変やからな。うん、好きな人はこういうとこ見て癒されたらいいじゃん。確かに、サウナで飼育は大変だろうな、多分。やっぱり温度とか餌とか大変やな。ストレスとか止まらないんだよ。こんないっぱいいろんな人間でな。確かにな。愛情込みたいな。はい、今回は爬虫類カフェに来てます。後ろでまた新種の爬虫類が覗いてます、ね、何や、何や、まあ、これ可愛いわ。こういうのね、受験とかこうしたいな。なんでやねん。あ、ありがとうございます。これコオロギ、なんか紅茶みたいな。コオロギ、コオロギパウダー入ってんだよ。コーヒー？コオロギでもちょくちょくされてたよ。コオロギ美味しかった。いや、なんかサクサクした感じだ。でも、ああ、全然コオロギ感ないな。やっぱ飲みやすくしたいな。でも、ほんまに買うっていうことはもう家族になるってことやな。家族だとどういう感覚かな。はい、じゃあ、ただいまー。ただいまー。でも、撮影うまくいったわ。テレビと話しするよりの。トムレと話するのまあ生き物やからな、伝わっていくのかな。話したらちょっとやっぱりな、ちょっと感じすぎるやん、うん、やっぱ生き物やからな、聞いてくれへんかってもなんか対象物はやっぱり言ってるもんやからね。確かに。あ、これもほら、コオロギクッキーや。あ、お前コオロギついてんじゃん。おお、ほんまや。コオロギのクッキーや。え、なんだ、なんだ。あー、コオロギや。コオロギはいい。うん、いろいろ食べてるからな、うん、味わったことあるからな。うん、コオロギ、完全コオロギ。そうなんだ。ちょっと苦味ある。いらんわ、コオロギ。で、このクッキーとの甘さが相まって、美味しいの。うん、食べていい。アクティブになっちゃう。だからいい体験ができたわ。こんな可愛く感じるんだな。すごいよ、冷凍マウスヘビの餌。ああ。そうなんや。次、ヘビ触ってみよう。いや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 い
にしてもらっていいですか。はい、じゃあね。いや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 、変化。いやいやいや、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 い
ほら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 、すげえ、めっちゃヘビや。触ったこと、俺このタイプ触ったことあんねん。ちっちゃいタイプで俺捕まえたことあんねん。めっちゃ綺麗や。綺麗な、真っ白で。うわ、目が赤いって。これレッドアイや、レッドアイ。レッドアイね。目がレッドアイや、赤いな目。だってこの黒のズボンの上やから余計生えるやん、この白が。あ、いいやいいや。やっぱそうすんねんな。そうかね、噛んだらもう1コロやで。噛めへんよ、噛んだの。あ、でかでかいの来たわ。お、でかっ。うわ、何ヘビですか。この子はマクロニコパイソン。マクロニコパイソン。あ、はい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 。この子ちょっとあれやな、迫力あるな。なあ、迫力あるやん。お、めっちゃ乗りゅうねる、乗りゅうねる。めっちゃヘビ。すごいな、これ。すごい。マクロトカイソン、めっちゃマクロームやん。めっちゃマクロームって。なんかちょっとめっちゃ重たそうやし。めっちゃ冷たいちゃう。あ、いいやいいや。今日の服に合ってるわ。うん、ぽいわ。わからんと思う、それ合流しても。これめっちゃ可愛い。俺一瞬で噛まれてんけどな、ヘビ。なあ、噛まれてましたね。今日で噛まれてる。うわ、めっちゃええわ。全部変えるな、顔思ったら。ええの、え、かわいいやん、これ。でもやっぱその、俺らみたいにいろんなとこ行きたい人らはペット向いてないわ。もう子供、子供と一緒やからな、家族がいるいうことは。それぐらいの責任持ってやるの、命やから。なあ、普通の人じゃそう思ってたもんよ。こんな現実が待ってると思うから。ちょっとな、やっぱこういう変わったとこ来たいな、思っとったんやけど。旅してたから、いろんな急な現実を受け止めるん得意よ。あんななんか開けたらあかんの。パイソン、パイソンどっか行ったって。どこ行ったの。どないなってんの。あ、ここ、そこにある、頭。うん、ここにある。そう、はい。なんかシェイバーちゃうねんて。肌触りはいつも一緒やねん。ほな、ヘビやな。まあでもこのことにしてやったらええわ。すごいな、なんでこんな噛まへんの。わからん。普通ガム噛むで。野生は。ほんま。もうそこまで、怖っ。何しても大丈夫って分かってんもん。安心してな。なあ。肩乗っけられるもんな。もうこれ、うまい。なんかファッションみたいになってるわ。新しい。バリコレとかでありそう。ありそう。だからさ、今日逃げたりするやん、それが問題になったりするやん。友達ができることによってみんな違う趣味思考を持ってるから面白いな。確かに確かに。そうやっていろんな遊びができるな。今日は多分楽しかった。もうええやろ、満足した。もうちょっと触りたいと思うんだ。この子触りたいね。ああ、分かってきたわ。ほら、道を作ることによってそこに進んでいる。かわいいやろ、この子。こうやって。おばさん。これ見て。これかわいらしいやろ。子供でした。子供2人やろ。普段やっぱしな、同じことの繰り返しやから、たまにはこういうとこ来てたら気分転換もいいと思う。うんうん、かわいい。やっぱしこの一回来てみてな、何事も経験や、体験や。体験やな。うん、もう蛇使うみたいになってるやん。いいことずっと繰り返しだ、同じようにしか時間過ぎひんって言うけどな。思い出ができるのは違ったら。そうそうそう、よかったわ、今日来て。うん。よかったな。ちゃうもんやな。実際触れ合ってみたらもう全然ちゃうわ。めちゃめちゃ今日はめっちゃよかったわ。やっぱりあの、発表のイメージ、変わったわ。ほんとキモい思ってたわ。気持ち悪いかな、まあ確かにな、そういうイメージやな。うん。でもまあ、もう一回ちょっと行ったら最後姫があんね、姫がまだ行くん。うん、あかんか。ええやん、もうここまで来たら今日だ。ええやん、私にな。どこや、どこや。姫な、ちょっとな、ルイ・ヴィトンの喫茶店あんねん。ルイ・ヴィトンの喫茶店。うん、なんかルイ・ヴィトンの喫茶店でなんかすごくなんかしないけどこう豪華な感じでお茶飲めんねんて。それ向かい来たんやん。うん、そこ連れて。ああ、もうもう行こうか。バター高校や。やったねー。おったらそれ撮影できんやろからもう。じゃあもう連れて行ってきます。はい、行ってきてください。はい、行ってらっしゃい。今日はええ男やな。はい、行ってらっしゃい。おっす、後日のジョーです。あのさっきね動画見てもらったと思うんですけど、今後日僕の方から朗報があります。はい。いや、朗報なのじゃないでしょうか。朗報っすね。うん、なんとなんと去年
即完売したコパイバマリマリ僕の肌の綺麗な秘訣っていう動画で、うん、千代さんからずっと聞かれ続けて、なぜそんなにジョー君は肌が綺麗なのですかと。実は気を使ってました、うん、肌に対してコパイバマリマリというアマゾン川の原生林から抽出した伝説の美容液を使ってました。はい、はい、こちらでございます。こちらが、なんと再販決定しました。イエイ。はい、即完売しました。2時間で完売しました、うん、これが何なのかっていう詳しい動画は視聴者さんから聞かれ続けてずっと黙り続けてた動画っていうのを見てください。ここのサムネのやつですね、はい、本日1月13日にこの動画公開してます、うん、だからこっから概要欄からまた再販でなので、皆さんすぐ前回買えなかった人はお買い求めください、はい、今回も数限りに、限定品なんで、はい、多分僕の予想また売り切れると思うので、うん、はい、もう今回です本当に。皆さん早く URL に飛んでください、はい、概要欄の。そして、今回は実を言うとまた特典があります、はい、こちらです、はい、こちら今ソファーに置いてるやつやねんけど、これこれこれ見える？見える。はい、はい、ジョーブログステッカーでございます。これをね、1個につきランダムで1個つけてるので、めちゃくちゃ可愛い絵が描いてるこのジョーブログステッカー10種類あります、うん、はい、ランダムに入れてるので、だから絵柄は選べないんですけども、うん、1個購入した人ダブることはないけど、ダブル確率は10分の1ぐらいやけど、うん、まあ、周りにダブることはあるかもしれないんですけどね、うん、めっちゃ綺麗で可愛い絵、はい、見えるこれ、うん、そう。どれがお気に入りですか？俺は結構これお気に入りかもしれない。ああいいね、猿2匹の。猿ちゃちゃ、俺が猿を抱いてんの。ああそうか、そう、今回の動画でもそうやん、豚抱いてたやろ。その感じやん、こうやって。もういいねいいね。そうこれね、実はそのツイッターで視聴者さんが書いてくれてるのを僕とちんやが見つけて、うん、で DM 送ってよかったら書いてくださいって言って書いてもらいました、はい、じゃあこんなにもその方のツイッターもパッと貼っとくので、こちらに、うん、はい、こういう感じで貼っとくんで皆さんの質問からすごく多かったのが、 DM もいっぱい来て買えなかったですって、買いたかったですとか、あとは結構な高評価レビューも多くて、今使い続けてるんですけど本当に肌に合ってすごく良かったですって言ってくれた声とか、花毛のおばちゃんも実際で超あれめっちゃいいやんと。特に質問多かったのが、化粧水にどれぐらい混ぜてますかみたいな意見があって、こちらね、こういう感じでスポイトでこういう感じでね、これ原液ってことですもんね。これ原液だから、ほんまカルピスの原液と一緒で混ぜて使うって感じやねんけど、ハトミ化粧水とかこれが一番なんか俺的には相性良かったなと思って、うん、じゃあハトミにどれぐらい入れてるんですかみたいな感じで言われたから、まあこのハトミ自体で多分数ヶ月持つ人半年持つとかっていうレベルやと思うねんけど、うん、俺はもうこのままこうやって1、5滴ぐらいか。でもなんかその何滴っていうのは数えてないねんけど、うん、基準としては俺は振って手とかに垂らしてみて、うん、でほのかに匂いするなぐらいの感じかな。コパイバマリマリのその植物の匂いが、うん、あするなみたいな、うんうんうん、だ匂いするっていうことはもうその成分が実際な浸透してるってことやから、うん、はい、こうやって振ってからもうこうやって、でも顔になった瞬間大体匂い分かる。その匂いでもあ、めっちゃするわ、五滴で、うん、めっちゃする、うん、はい、こんな感じでこれで乳液塗ってみたいな形で使っております、うんうんうん、というわけでこのコパイバマリマリ再販というわけで、アマゾンの樹齢100年の木から抽出したこの液体、うん、もう希少価値の高いものでアマゾンの方からまた特別に裾分けしてもらって、そして皆さんにお届けすることができるというので数限りがあるので、うん、アマゾンの人々の生活やアマゾンの部族の方々のその雇用につながるっていうわけなので、はい、皆さんもよかったらアマゾンの本物を感じてください。この樹液コッパイバマリマリすぐ行ってください、もう概要欄1秒で行ってください。あ、そうなんですけど、これ今回13日公開やと思うんですけど、うん、こっから、まあ、皆さん購入してもらっていろいろ申し込んでもらって、23日あたりから27日あたりにかけて、うん、順次発送していくので、うん、少し遅れるのですが、うん、今月中ぐらい考えていってくれたらいいんじゃないのかなと、うん、はい、気の中に回ってください。よかったらご購入ください。ありがとうございました。やりたい